はい、荒牧真嗣と言います。今回、ブレードランナーブラックロータスで神山監督と一緒に、共同監督をしました。よろしくお願いします。ブレードランナーっていうのは、まあ、最初に1982年に僕がちょうどこの仕事を始めた頃に日本で見てすごい感動したというかもうショックを受けたすごいエポックメイキングの作品だと思っています。でその世界観を使ってアニメーションにしてくれというオファーが来た時にやっぱりすごい興奮しましたし、ただやっぱりすごく難しいなと思ったんですね。その映画の中の世界観っていうのはすごく完成されてて、もともと僕は確かね、ブレードランナーの最初の映画っていうのは僕がビデオデッキを買った後に最初に買ったセルビデオだったと思うんですよ。でそれで多分もうなんていうのかな、映画を見るっていうんじゃなくて、仕事してる間中ずっと80年代ですけど、それを横でずっと流しながら仕事をしてたみたいな感じの環境ビデオというのが当時よくそういうこと言ってましたけど、やっぱり新しく2049という新しい映画がありますけど、それも相当見たんじゃないかな。で今、今回はその、最初のオリジナルムービーと2049の間の2032年のことを描く映画なので、それをどうつなぐか、どの要素をこの時代に入れるかということも含めて、すごい2つの映画のなんていうの、架け橋になるといいなというようなストーリーにしたかったので、そのデザインとか、マテリアルとかは相当研究しました。でもやっぱり僕らにできることをやろうということで、なんていうのかな、まあ元々の映画はその、まあ、ロサンゼルスが舞台ですけど、日本語がいっぱいあったりとか、日本のなんていうのかな、日本的な CM がビルのビルボードっていうかビルのスクリーンに映ったりとか、なんかすごい日本的な要素が当時入ってて、僕らもそれに対してすごく面白いアプローチだなと思ってたんで、その分はちょっとやっぱり日本でやる、日本のスタッフでやるっていうことも意味がに意味を持たせたいとも思いましたし、そういった意味でちょっと日本的な要素を拡張して、例えばまあ刀を持ってたりっていうアクションがあったりとかっていうような要素を足していって、そういうストーリーを最初に提案しました。ブレードランナーの件でいうと、最初のブレードランナーはイメージとしてはすごいサイバーパンクなイメージの多分先駆者というか、イメージとしてはあれだったんですけど、実はなんていうのかな、最初のあの世界っていうのは実はサイバーな要素で実はあんまりないんですとかいう意味では、今回のそのアニメーションを作るにあたって、実はあれはネットワークがあんまりない社会なんですよ。だからサイバーパンクと言いながら、まあルックはサイバーパンクなんですけど、実は意外と今思うとかなりローテクな社会なんですよね。まだあの世界では僕ら携帯電話を使えるじゃないですか、今はね、リアルに。ただブレードランナーの世界観では携帯電話はないんですよとかいうのが、逆に若い人とかに不自然に見えないだろうかって、未来の SF の話なのに不自由な世界っていう、今よりもねっていうのが、面白いとは思うんですけど、そこを特に若い新しいファンの人たちに理解してもらえるようにどうしたらいいだろうっていうのはすごい悩みましたっていうのが、まあ、ブレードランナーの話で、それをまあ一度、はい、それとまた別に後でもう一つ、はい、まあそれとは別に、サイバーパンクっていう世界観っていうのは、僕はまあ昔からその、例えばバブルアンクライシスとか、まああれももう完全にブレードランナーに影響されて作ったような作品なんですけど、すごい大好きな世界観なんですが、やっぱりあの頃はそのまだ僕らは80年代とかは本当にネット社会っていうのは僕ら分かってなかったと思うんですよ。理解してなかったというか、体感してなかったというか。でもやっぱそれに対する憧れみたいなもので、その何、アンドロイドだったりとか、そのなんかハイテクな世界とか、そういったものを描こうとしてたんですけど、実際に今もうそういう世界になっちゃってて、現実の方が便利なんですよね、なんかいろんな意味で。なんか今考えるとやっぱりサイバーパンクのあのルックっていうのは逆にファンタジーになってて、今そのなんか半分こっちがサイボーグで、この辺からなんか目玉がいっぱいギョロギョロしてるような、こう機械のカメラがついてるような人っていうのは、逆になんかちょっと
リアルじゃないじゃないですか。でもルックとしてはすごい好きで、そういった話は作りたい、今でも作りたいっては作りたいんですけど、そこのなんか世界観のバランスを取りつつ見てる人に説得力を持たせるのはなんか逆に難しいなみたいな気がしてるんですけど、なんかそれを現実化するストーリーみたいなのはトライしたいなと思って、はい。皆さん、ぜひクランチロールでブレードランナーブラックロータスを見てください。よろしくお願いします。